でもね、やっぱり見栄えはかっこいいですね。これ真っ暗なのがかっこいいよ。見てこれ、真っ黒。このね、ロゴが入ってるところも黒で書かれてるんですよね、ニューは。ね、めちゃくちゃかっこいいよね、これ。どう？かっこいいでしょ。いいですね。こんな感じ、後ろ。めっちゃかっこいいでしょ。ディジクン式デジタル道。はい、ということで操作方法について解説していきたいと思います。はい、それではまず電源を入れていきましょう。スイッチの場所はこちらにありますので、こちらのスイッチをオンしてください。そうすると少しね、時間差で電源がつきます。ただ今電源はついたんですが、光量がゼロのため LED がついてない状況となります。続いてボタンの解説をしていきます。まず一番左の矢印下、そして次の矢印上のボタンなんですが、これはですね、光量を調整するボタンになりまして、今ですね、光量がゼロのため、試しにですね、この上の矢印ボタン、光量を上げるボタンを押してみましょう。このように1回押すごとに数値がね、1ずつ上がっていって、それにつれてね、光量も上がっていく形なんですが、もっとね、早く上げたい場合は、長押しで一気に100まで上げることもできますし、下げたい場合は同じ要領で1ずつ下げることもできるし、長押しで一気に下げることもできます。続いてこちらの BT2.4G というスイッチなんですが、このね、 BT というのは Bluetooth ということ、そしてこの 2.4G というのは 2.4GHz 帯の、まあ、通信、無線通信ですね、それの選択となっております。今ね、現状 BT の方にスイッチが入ってますので、このね、点滅、これはね、 Bluetooth の接続ができますよという表示になってますので、これがね、鬱陶しい場合は 2.4G の方にスイッチを移動すれば、このね、点滅は消えるようになっております。まあ、これは使いたい方に設定しておく必要があるんですが、これね、どういった時に使うかというと、例えばですね、スマホとかタブレットでこのライトを操作したい時、それからですね、こういったニューアー製品、いくつかライトを持ってて、同時に操作をしたいよという時に使うようなシステムになります。ただ今回はスマホとかタブレットを使った解説はしません。その理由はですね、また後ほど説明させていただきますが、もしね、今気になる方がいらっしゃれば、概要欄の目次の方から見たいところまですぐ飛べるようになっておりますので、ぜひね、目次の方をご利用いただければと思います。はい、続いてこのライトには3つのモードが搭載されておりまして、まず1つ目にこの CCT モード。このモードは色温度を変更することによって調光調色するモードとなります。まあ、一番シンプルなタイプですね。そしてこちらの HSI モード。このモードはですね、この製品の一番の特徴である RGB モードみたいなものでして、色相、彩度、輝度、この3つを調整しながら、調光していくというモードになります。特にですね、この色相が360度、調整できるということですから、まあ、とにかくいろんな色に変えられますよというモードになります。そしてこの FXCH モード、こちらはですね、まあ、エフェクトのチャンネルになりまして、17種類のエフェクトが使えるようになっております。それではこの3つのモードを1つずつ見ていきましょう。まずはこの CCT モードからいきますね。今現状ですね、このディスプレイには CCT モードが表示されているんですが、もしね、他のモードを使ってた場合は、この CCT モードを押していただければ CCT モードに切り替わります。一番上の数値は先ほどもご説明させていただいた通り、光の量の数値が表示されるようになっております。ちょっとね、10に設定しておきましょうか。はい。そして2段目、0になっている GM と書かれた項目なんですが、 G というのはグリーン、M というのはマゼンタの意味でして、実はこのモード、色温度を変えるだけではなくて、緑っぽい色から赤っぽい色まで、調色ができるという機能が搭載されております。ただですね、これ後ほど説明させていただきますので、その前にこの一番下の 2700K と書かれた項目から説明させてください。こちらの項目ね、もうすでにお気づきの方が多いと思いますが、この 2700K というのは 2700K という意味でして、今ご覧いただいているようなね、ちょっと赤っぽい温かみのある光の数値になります。この製品はですね、2700が一番最低で、一番最高がですね、6500だったかな、6500だ、6500まで上げることができるようになっています。その上げ方はですね、こちらのつまみを回せば
どんどん数値が上がっていきますので、はい、こちらがですね 6500K になればこれが 6500K ということですから、ご覧のようにですねちょっと青みがかった寒いような印象の光が表現できます。まあ、私デジ君としては結構好きな感じの色ですね。青すぎることもなく、どちらかというとね白に近いような印象ですので、爽やかなイメージがあると思います。はい、それでは先ほど飛ばした真ん中の GM と書かれた項目、これを調整するためには、こちらのですね調整つまみを押し込む必要がありますので、一度押し込みます。そうすると、こちらのね真ん中の GM 項目が点滅しますので、この状態で調整できるようになります。で、試しにですねもう一度押し込んでみると、今度はですね、先ほどのケルビン数が調整できるような状態になりますので、この2つの項目を調整したいときには、こちらの調整つまみを押し込むようにしてください。さあ、それでは色調整をしていきましょう。こちらのつまみを右に回すと緑がかった色調整ができるようになっております。これね最大50までだったかな。はい、この50が一番最大値、緑がかった方の最大値になっております。いかがでしょうか。さあ、そしてですね、これを左に戻すと、マゼンタ寄りの調整ができるようになっておりますので、最大値までいきますね。はい、50が最大値でして、今ご覧いただいている光の質が一番赤っぽい状態にしたものとなります。いかがでしょうか。さあ、続いてこちらの HSI モードに行きましょう。こちらは RGB モードですね。こちらを押します。そうすると HSI モードに画面が切り替わります。こちら3つの項目ですが、まず一番上この20と表示されているのは、先ほどと同じく光の量の数値になりますので、この左2つのボタンで光の量を調整できるようになっております。まあ、今回はね20に設定しておきましょう。このね数値はですね、このチャンネルごとに固定されますので、一番最後に設定した数値がもう固定されている状態になります。まあ、これはですねもう電源を切ってつけたりしてもこのね数値は固定されておりますので、いちいちねリセットされたりすることはありません。試しに先ほどの CCT モードに戻ってみましょう。確かですね数値10で設定してたと思いますので、確認してみましょう。はい、10になってますね。でその他の数値も、先ほど最後に設定した数値で固定されていると思いますのでご確認ください。はい、じゃあ HSI モードに戻します。で20になってますね。はい、このような使い方ができます。さあ、それでは2段目の S と書かれた項目ですが、これは彩度の設定になります。彩度というのはですね色の濃さでして、今0に設定しておりますので、色が全くついてない光が出ている状態になります。この説明も順序的に後でしたいと思いますので、先にですね一番下の H の項目から説明させてください。こちらは色素を調整する項目になっておりまして、要は色を選択する項目になります。色素360度ということですから、360通りの色が選択できるよというふうに考えていただいてもいいかと思います。今は0に設定されておりますので、0番の色がね発光されているはずなんですが、先ほどもねご説明させていただいた通り、このね真ん中の項目彩度が0になっているために、色がね全くついてない状態になっていますから、一度ですねこの真ん中の項目を、彩度を上げてみることにしましょう。彩度の上げ方のメニューに、あ、これでね彩度になりましたか。これで上げていきますね。さあ、0番の色はどんな色でしょうか。さあ、色の濃さですね、サイドはね。今サイドを上げてますよ。さあ、0番の色が出てまいりました。赤ですね、0番は。で100まで上げると一番ビビッと、一番はっきりした状態になります。このようにサイドの項目は 0% から 100% まで色の濃さを調整する項目になります。試しにですね、これをさらに100以上に振り切ってみると、100% 以上はありませんので、おそらく0に戻りますね。0に戻ります。はい、もう一度100に戻したいときは逆回転すれば100に戻るようになっておりますので、0100のね設定もできるようになっております。ここからは色がはっきりしないと伝わりづらいと思いますので、再度は100のまま進めていきたいと思います。それでは一番下の色相に移っていきましょう。メニューを切り替え、そうするとね色相のメニューに切り替わりますので、こちらを上げていくと、
色が変わっていきます。ちょっとね分かりにくいんで10ずつ上げていきますね。今10、20、大体できます。30、40、50、60、変わっていきますでしょ。70、80、これ360度までありますからね。90、100、120、130、140、150、160、170、180、190、200、360度までありますからね。210、220、230、240、250、260、270、280、290、300、めっちゃ先だけな。310、320、330、340、350、360、これが最後ですね。で、0になるとほぼ近い色なんじゃないかな。360ですからね、0にしてもほとんど変わんないですね。はい、このような色調整ができるようになっております。はい、続いてこちらの FXCH エフェクトのメニューに入っていきましょう。その前に注意点なんですが、このねエフェクトのメニューは結構ねチカチカしたり、画面が暗くなったり明るくなったりしますんで、目に負担がかかります。ですので、必ず明るい場所で、ご視聴いただくようにお願いします。さあそれでは行ってみましょう。こちらのボタンを押します。はい、今いきなりね始まっているのがライトニングと呼ばれる雷のエフェクトになります。あ、そうそう、今ねこれ10と表示されておりますが、これはね光の強さになりまして、先ほどと同じくこのボタンを使って100まで上げることはできるんですが、ちょっとね目に負担がかかるということで10までしか上げておりませんので、よろしくお願いします。でこのエフェクトはですね17種類搭載されておりまして、その変更の仕方はですね、このつまみを回すか押すかすれば変わっていきますので、ぜひやってみてください。さあ次いきます。はい、次は、あ、これはですね、なんだろう、パパラッチ、うん、パパラッチのエフェクトですね。あのカメラ持ってる人がこうストロボ焚いてるような、エフェクトになるかと思います。はい、次いきます。はい、これはパーティーのエフェクトになります。全然パーティー感、お、ちょっとパーティー感あんまりないですけどね。なんだろうねこれ。まあまあまあいいんじゃないですか。はい、次いきますね。これは何ですか。ちょっと目が悪くてわかんないですけど、爆発、うん、多分爆発エフェクトですね。ちょっとあんまり伝わりづらいですけどね、爆発なのかな。じゃあ次いきますね。はい、これなんだろう。あ、電気溶接みたいですね。伝わってますかね、溶接。なんとなくまあそんな気もしますけどね、微妙ですかね。はい、次いきますよ。はい、こちら、これなんだろうね。これはですね、色温度点滅と呼ばれるエフェクトでして、色のついてない光を点滅させるエフェクトになります。おそらくですがアプリを使ってこの色温度も変更できると思いますし、この点滅の間隔も変更できるんじゃないかなと思います。さあ次いきますよ。はい、こちらはですね、色の点滅と呼ばれるエフェクトになりまして、おそらくなんですがアプリを使えばこの色も変更できますし、光るねタイミング間隔も変更できるんじゃないかなと思います。さあ次いきますね。はい、こちらは色温度のパルスというエフェクトになってまして、色のついてない光のエフェクトになっております。さあ次いきますね。さあこちらは色のパルスですね、カラーパルスと呼ばれているエフェクトになります。さあ次いきますよ。はい、これは何ですか、何ですか。こちらのエフェクトは警察車両というエフェクトになります。さあ次いきますね。はい、これは何ですかね、火災かなんかでしょうか。キャンドルライトというエフェクトみたいです。ちょっと見ていきましょうか、本当にキャンドルっぽくなってるかどうか。ちょっと伝わりづらいエフェクトたまにありますけどね。まあね、ざっくりディジ君試した感じだと、まあ、ほぼほぼ使いようがないエフェクトかなというふうな感覚はあります。さあ次いきますね。はい、これは何でしょう。HUE カラーサイクリングというエフェクトになります。まあ、いろんな色をこう回していってるというようなことだと思います。
はい、次行きましょう。はい、これはですね、CCT イロンドサイクルと呼ばれるエフェクトになります。これは先ほどの色のついてないバージョンのエフェクトになると思います。さあ次いきますね。大丈夫ですか？いきますよ。はい、これは INT と呼ばれる明るさの循環と呼ばれるエフェクトになります。明るさが循環していると思いますけれども、お分かりいただけますでしょうか。徐々に明るくなっていってますよということでしょうね。まあこれもね、おそらくアプリを使えば色は変えられるんじゃないかなと思います。さあ次いきますね。さあこれは何でしょうか。これはね、テレビの形をしてるみたいなんで、スクリーンというエフェクトみたいですね。はい、なんかスクリーンを見てるような、感じの時に使うエフェクトなんだと思いますが、そのように見えておりますでしょうか。はい、次いきますね。ドンと。これはなんだ？またわからないやつ出てきたな。あ、花火。うん、花火みたいですね。いかがでしょうか。花火に見えておりますでしょうか。さあ、次いきますね。どんどんいきます。さあ、これは何ですか？あ、パーティー。うん、これはパーティーのエフェクトになるみたいです。はい、パーティーやってるみたいに見えてますでしょうか。次いきますね。はい、次いきます。あれ、もう終わっちゃった。ディジクン式デジタル堂。はい、ということで今回はニューアーの RGB ライトをご紹介してまいりましたが、いかがだったでしょうか。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それから X インスタサブチャンネルもやっています。概要欄のリンクからぜひフォローお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイデジー。アプリの権限、こちらね、一回見ていきたいと思います。はい、まずですね、カメラ、写真と動画の撮影、続いてあなたの位置情報、次、マイク、録音が入ってるんですよ。あとね、このアプリの評価がまさかの 1.3。 こんなことある？